毎度西成五次ですわ、おぎに。なあ、何がなんやい。なあ、まあこれといって話題もないねんけどな、のらりくらりとのらりくらりと菅総理もやってるし、ああちょっと近すぎるわしな、あの例によってスーパーガールの音がしてると思うけど、まあよかったらフールでスーパーマンのいとこスーパーガールなんとかいうのを検索してみて、シーズン4まであるらしい。答えろ、あなた知ってる。今日はな、ちょっと糖尿の医者行っとって、糖尿のな病院行っとってんけど、魔術情報、ああもうほんまな、ここ今日も中身スカスカになりそうやな。あなたの聖なる要塞、あなたの世界飲んでんで、死んだクリプトン星、今日の晩酌シリーズにするわ。嘘でしょ、ルビーが言う通り、当てはつけも、私にもパワーがあるんだ、用紙だから、選手の水ナス、ずっと思ってたけど、選手の水ナスのつけもんな、存在だ。じゃあ何、数世紀にわたる研究の集大成だ。あなたに課された使命は一つ、正義をなすこと、ヒーローってこと。人間はそう呼ばないだろう。みんなとどうやった今日、基本あなたのパワーを蒸し暑かったな。その試みは失敗、この辺はな、あなたは人間の世界を焼き尽くす。朝のうち雨降っとったんかな、ほんでそんなこと昼から曇りやったから、ワールドキラーなんかじゃない、夕方医者行ってんけどな、私は娘に生きてるので、モーニング5時調子悪いし電車で行ってきてんけど、あれや、あなたは18で覚醒するはずだったが、子がその実現を遅らせ、プラグレンチ、あの子なんかじゃないわ、すぐに忘れる。ホームセンターでな、電話かけて、ホームセンターも遠いからな、嘘よ、チャリンコで行ける距離はないしやな、世界に現れる時に置いてるか置いてへんか、まずで、まあ、あのプラグレンチはな、20、18、16のセットになってるやつが20ミリ、18ミリ、16ミリかセットになってるやつが700いくらで売ってますって言って、でプラグの品番言うて、このプラグ置いてるかって言って、あったらな、もう誰かな、知り合いに頼んで教えてもろて買おうと思ってんけどやな、そのプラグちょっと今置いてへんって言うしやな、ほんで知ってるバイク屋電話かけたら、今ちょうど品切れや言うからやな、もう今日はもうバイクもいじれずや、ほんでまたこれ週明けから雨降りやろ、まあ今日のうちにな修理しときたかってんけどな、まあ、プラグで治るの、プラグ入れ替えて治るかどうか分かれへんねんけどな、もご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 言うて一個も走らへんねやんか、ほんでアイドリングにしとったらエンジンパスって切れんねやんか、インジケーターかなと思ってんけど、でもちゃんとプラグまではなガソリン回ってるような感じやねやんか、まあセルでかかれへんからな、キックでかけんねんけど、ほんでもその段階でなガソリンの匂いがポーンってしてくるから、おそらくプラグまでは燃料回ってると思うんや、ごちゃごちゃ言うてるうちに5分も喋ってもらうな、中身ないから何の話しようか。
今日の晩酌でいいか。今日の晩酌、鮭の魚は水なすの漬物。昔な、大阪におるときはな、よう泉州の水なすな、畑に直接買いに行ってんけどな、分けて、おっちゃん分けてとか言うてな。まあ、水なすに限らず何でもそうやねんけどな、今はネットとかでな、何でも注文したら手に入るけど、こんなのは知らん、若い頃でこんなもんネットとかこんなんの復旧なかったからな。で、畑やってるとこ行ってやな、キャベツでもそうや、なんでもそうや、キャベツをあげて言うてやな、白菜をあげてとか言うてな、で、仲良くなってやな、ほんなもうこれもついでに持って帰りとか言うていろんな野菜とか思うたけどな。最近こうそういう付き合いってみんななくなってきたよな。こう核家族っていうん、もう完全に子になってしもてるもんな。まあそれがええか悪いかとって言うたら何ともそれをな、賛否両論あるから何とも言えんねんけどや、まあ、俺はまあ、しはあれやな、こう昔みたいに昭和の頃みたいにやな、な、近所の子悪いことしとったらな、こらー言うて怒ったりな、またわしはクソガキの頃はもう近所のおっちゃんおばちゃんに怒られたもん、お母ちゃんに言うよーとか言うてな、お父ちゃんに言うよーとか言うてよ、よ怒られたもん。最近そんなないもんな、あの頃が懐かしい、ほんまな。ねえ、おじっぽなってな、菅の話から、菅総理大臣の話から、オリンピックの話から、何から何までいろいろなあんねんけど、まあのらりくらりで、菅さんもわしものらりくらりやからな、気は合わんけどな、あの人とは、あの人とは気はおそらく合わんと思うで、まあ、仲良くなれるとも思わんし、うん、大和魂がないのな、もうどっかの国に心売ってしもとんの、あの人らは、官庁連中はな、省庁とか官庁とかな、まあ防衛省売れちゃうか、大和魂持っとんの、あいつにな、いや右翼でもなんでもあれへんから、その偉そうなことは言われへんけどさ、日本に生まれてきたらやっぱり日本のこと好きになかったらあかんやろな、北海道お前外国の人に用件買われてもてな、新潟の土地も最近は狙われてな、よーけ買われて戻るかな、外国の人に。ただでさえ狭いのにな、日本って。島国やから。領土が狭いのにな。俺を、買われても、な、買い漁られても、平気やからな、菅さんも、まあ、長なってもあれやから、まあ、結局終始つかん話になってもな、大喜利西成五時ですわ、ほらほら次の動画でやめようわ、大喜利。ええけどみんな、大和魂は持っとってやな、大喜利西成五時ですわ、まあ、次の動画でやめよう、バイバイ。